はい、皆さんこんにちは、 OSG でございます。今回はこちらの摩耗点検ゲージについてお話したいと思います。ネジゲージといえばネジを検査するネジ用限界ゲージを思い浮かべる方も多いかと思いますが、この摩耗点検ゲージはゲージを検査するためのゲージです。ではこの摩耗点検ゲージがどのようなところにメリットがあるのかお話していきたいと思います。さて、皆さんは普段ネジゲージの管理どのようなことをされてますでしょうか。定期的な構成をしているから大丈夫だよという方も多いんではないでしょうか。ネジゲージは測定機器ですから、定期的な構成をすることでネジゲージ自体に異常がないかということを確認することは重要かと思います。ただ定期的な構成だけでネジゲージの管理というのは本当に大丈夫なんでしょうか。このようにネジゲージの構成に出して合格をして、次の定期構成で不合格になった場合で考えたいと思います。この場合、この間のどこかでゲージが摩耗限界を迎えています。この摩耗限界を迎えたところから次の構成で不合格を受ける、この間というのはゲージが構成で不合格の状態で検査をしていたということになると思います。この状態で検査をすれば正しくネジの検査ができていたとは言えない状況ですので、このようにネジゲージというのは日常から管理することが非常に大切と言えると思います。そこで誰でもいつでも簡単にネジゲージの日常管理ができる、そんなメリットがあるのが摩耗点検ゲージです。 OSG では2種類の摩耗点検ゲージを用意しております。一つは通り側リングゲージの摩耗点検する摩耗点検ネジプラグゲージの GW、 こちらは JIS にも規定があります。ただ通り側のプラグゲージ、こちらの摩耗点検するゲージというのは JIS に規定がされていません。ですから点検するとすれば三進法になるわけですが、日常点検としては手間がかかる方法になりますので、そんなところもっと簡単に点検ができればといったところが生まれたのが、この OSG オリジナルの摩耗点検ネジリングゲージの GPW です。ただこの OSG のオリジナルになりますので、摩耗の点検としては目安となることをご注意いただければと思います。このように摩耗点検ゲージを使えばゲージの摩耗が簡単に知ることができます。摩耗限界を迎えたゲージというのを日常管理の中から見つけることによって、よりレベルの高い品質管理にもつながるかと思います。今回は摩耗点検ゲージをテーマにお話しさせていただきました。次回はネジゲージの管理に必須の構成についてご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。